しょ。皆さん、こんばんは。やっほー。今日は、化粧しとる。そう、化粧しとる。なんでかというと、公園だったからね、化粧して。なんか変な入ってた。こんばんは、皆さん。今日は、髪の毛が、あ、そうだ、ちょっと待ってね。これを置いて、これを置いて、これを置いて、よいしょ。ちょっと机の上の整理整頓。こっちに置いて、これは。あ！今日もいいパフォーマンスでしたね。本当ですか？え？嬉しい。全然。ありがとう。嬉しい。パフォーマンスとか褒められることないからね。本当に嬉しい。ありがとう。Kaori, you are so pretty. Thank you. Thank you. Thank you の極み。ありがとうございます。嬉しい。珍しい髪してる。そう。なんかここにピンが刺さってる。夜公演でカオリン久しぶりに見れてよかった。ありがとうございます。今日からメール取った。ありがとう。そう、公演の髪のままです。あの、夜公演の髪型のまま。三つ編み。ちょっとほどけちゃったけど。てかね、あの、三つ編み公演してる時にほどけてたらしくて、ミキさんが、あれほどけてますよって言って、気づいた三つ編みなくなってた。で、またしてくれた。あ、今日誕生日、みっこさん、みっこさん、なんて読むんだろう、みっこさん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 、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイリアンミコさん。間違ってたらごめんなさい。ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう。素敵な一年にしてね。こうしての結ぶこともできるよ、うん、結ぶこともできちゃう。イエーイ。今日ロビー観覧した。ありがとう。今日ね、マンゴーナンバー2っていう曲があって、あー、マンゴーナンバー2っていうセリフがあるんですけど、盛大に ミスりました。あの、マンボーって言っちゃうんですよ、私って。ずっと練習してて、始まる前で、スタッフさんとかにも マンゴーって言ってて、マンボーって言っちゃダメだよって言って、そう、言いませんって言って、マンボーって言っちゃうんですよ。で、それで、あの、マンボーってまた言っちゃって、違う違う、マンゴーだからって言って、絶対間違いないですって言って、本番出たら早速マンボーって言っちゃって、で、やべ、5に直さなきゃって思ったら、あー、マンボゴーみたいになっちゃって、マンボゴーってなっちゃって、やっちゃったって思って、もうその瞬間スタッフさんの顔が思い浮かんで、やばって思って。そうなんです。もうせっかくのマン、久しぶりのマンゴーだってさ、あの、生誕ぶりにしたんですよ、マンゴーのやつ。だからもう生誕ぶりにしたから、ちょっとせっかくやったのに、間違い、なんか噛んだしみたいな。そう、あんだけ練習したのに、練習しすぎたら良くないんかもしれない、私、逆に。あー、マンボゴーナンバーツー、てかもう二度と回ってこなかったらどうしよう。かおりちゃん噛んだからもう回さないってなったらどうしよう。やだ、そんなのは嫌だ。ファミコミかわいい、ありがとう。笑いとってないですよ、もうと笑いとか、もう、や、笑いとってない、もうただ単にアホなだけなんですよ。あー、もしさ、マンゴーナンバー2のセリフ忘れた人、もし忘れたらどうなると思う？忘れた人バージョン、あー、なんだっけってなるかも、もし忘れたら。忘れはしないけど、
ちょっとなんか片付けしながら見て、ごめんなさい、ごめんなさい、片付けしながらやって。でもね、ちょっとメイクポーチ、そう、明日も結構早起きなので、ちょっとね、しっかり早く寝ないと。ちょっと練習もしてから寝たいので。てか聞いてください、私今日の昼公演の時にアイライン引き忘れて出ちゃって、アイライン引かずに出ちゃったんですよ。そう、かおりちゃんこんばんは。かおりちゃんのうちわを作ると思うけど、何か入れてほしいものある？え、作ってくれるんですか？もうそれだけで嬉しいです。それだけで嬉しい。入れてほしいもの、え、入れてほしいものなんだろう。入れてほしいものは何でもいいよ。え、本当に名前とか入ってたら見やすい。あとね、クリームソーダとかあったらね、分かりやすいけど、でも何でも意地でも見つけるから、もう作ってくれるということが嬉しいです。本当にアイライン引かないとテンション下がる？うん、そんなこともないんだけど、まあ引いた方がちょっと目がね、キリッとするわけですよ。なのでちょっとキリッとしてなかったのかもしれない。今日の昼子はもう何してるんや。あ、待って、このラメもつけてない。もうバカだ、今日バカでした。そう、アイラインさ、ガタガタに引いちゃうから、私本当に苦手、マジで本当に苦手なんです、アイライン引くの。元からキリッとしてる。本当？嬉しすぎる。明日は絶対にアイライン引かなきゃ。なんでこう忘れるんだろうね、アイライン。初チーム4公演、うちは見つけてくれたかな？え、絶対見つけた。ありがとう、来てくれて。もう本当に嬉しかった。今日ね、自分のうちわとかいっぱいあってね、すごい嬉しかった。今日公演ありがとう。ありがとう。メイクポーチの音好き。本当？今日公演ありがとう、嬉しいです。ダンスキレキレだったよ。え、そうそう、私のダンスがキレキレだと？え、本当に？めっちゃ嬉しい。私のね、ダンス苦手だから、ね、本当にありがとう。メイクポーチすごい形になったんだけど、でしょ、収まりきらない。オンデマアイライン分かんなかった。よかった。よかった、よかった。どこの名前？チーム方向に当たらない。おお。当ててね、当たりますように。グローリーかっこよかった、ありがとう。あ、そうだ、今日もお手紙やプレゼントをくれて本当にありがとうございます。大事に使って大事に読みます。片付き配信ってほどでもないんだけど、うん、あとお洗濯をね、畳めば完璧なわけですよ。うん、なまってた。さすがに洗濯たたみながら配信したらやばいですよね。どっちかにせーって言われちゃう。またお手紙書かなきゃ。ありがとう、嬉しいよ。そう、たたむのめんどいよね、私も嫌い。あ、そういえば、あの、なんだっけ、ツイッター更新したので見てください。あの、今日の公演ありがとうみたいなやつをね、したのでね。うん、こっちにできてる？できてるよ。できてますので、生活感ある。リップした、ありがとう。リプライ君からだ。今日決済したの？決済？あ、握手かな。ありがとうございます。さっき公園行ったよ、かおりちゃん、かわいい、ありがとう、嬉しい。さっきぶり、さっき来てくれたんですね。そう、ななみさんとの写真載っけました。ツインテしよっかな、まあ、いっか。にゃにゃみさん、かわいい。マンゴーマンボーナンバーツーで行こう、前髪前髪早く切りたい、前髪なんか切り捨てて。
ビニールを履きたい。じゃ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 ん。755に写真載ってたよ。え、嘘ですか？やったー。リトーク必須。リトーク必須です。リトークします。就活でうまくいかないからいつもありがとう。就活頑張って。ノイノイさん。あの、自分の行きたいところに内定もらえますように応援してます。頑張ってください。ね、ドキドキですよね。ドキドキだー。かおりちゃん久々に見たけど少し痩せた？え、本当ですよね。本当ですよねじゃない。本当ですか？語尾間違えた。本当ですか？え、嬉しい。え、全然。え、あ、いやちょっとやめてくださいよ、そういう。喜んじゃうじゃないですか。嬉しい。風の音がする。そう、風、あの、なんだっけ。え、痩せた？え、ちょっと待ってさ、聞いてないってば。やだ、嬉しい。目がキラキラしてる。そう、今日はキラキラ塗ったんですよ。認めてない、ちょっと間違えました。語尾の選択を間違えた。グローリーかっこよかった。ありがとうございます。嬉しい。なんかもうグローリーデイズだったんですけど緊張しました。なんかあ、公園から帰宅、最善でレッスンもらった気がした。絶対レッスンしましたよ。レッスンっていうか目合いましたよ。絶対どの方か見たらわかるはず。痩せて丸顔じゃなくなってる。いや、それはないでしょ。もう丸顔ですよ。うん、丸顔は丸顔のまま。ハッツさんと仲いいですよ。ハッツさん今日写真撮りました。久しぶりに。あの、結構初期から一緒にレッスンしてたので、そう、すごく16期と仲いいです。かおりちゃんのパフォーマンス好き、ありがとう。オンデマで見たけど目合いました。目も合いましたね。痩せないでもう。今日の髪型はね、なんだっけ、あの、ここ三つ編み。昼はね、また違う髪型をしてたんですよ。あの、ここの辺で結ぶやつで、なんて言うんだろう、あれ何ヘアって言うんだろう。リンゴではなくて、リンゴヘアではなくて、なんかちょっと違うんですよ。リンゴはもっと上なんですけど、私がしたのはじゃりんこチエヘアだからちょっと違うの。そう、なんて言うんだろう、あのヘアの名前。リンゴじゃないの。そう、さくらんぼ、わかんないけどね、昔からあるよね、あの髪型。そう、あれ生誕の時にして、生誕以来です、あの髪をしたの。サイドポニーでもないんだよね。なんて言うんだろうね、あれ。夜の髪型大人っぽい。そう、三つ編みだからね。三つ編み。立ち見の後ろだったけどレス来たと思ってます。え、絶対うちわとか持ってたら立ち見の方でも見えると思うからレスしてるはず。あ、なんかもうたまに後悔する時あって、公演終わってお見送り前にこうやって手振ってる時に見つけた時、自分のうちわとか、あー、もっと見ればよかったってすごく思ったりするけど、でも、そう、はあ、あ、おくびじゃないですよ、これは。風に吹かれて三千里、ん？母を訪ねて三千里か。あくびちゃうんですよ、これ。昭和っぽい。昭和、まあ一応平成生まれ。一応まあほぼ昭和ですかね。9年後、昭和の9年後に生まれました。あくび48、うまいことを言いましたね。うまいこと。
応平成。いや違う、なんかさ、あのここにいると結構年上なので、そうやってなんかあの古いみたいな感じで言われちゃうんですけど、実は平成なんですよ。昭和73年生まれなるほど、確かにそうですね。64年で終わったから、そうだね、今の気分はあうえお作文でやってみた。あ、あー楽しかった。いつも公演楽しすぎる。うちわとかめっちゃ嬉しい。え、でもさ、もっと公演したい。お腹すいたです。お腹空いてないけど、お腹空いたって言ってみた。あのお腹は空いてないです今。初見だよ、ありがとう。何、年齢より幼く見える。オーマイガー。え、タワー、え、ありがとうございます、嬉しいです。あ、どちら様がくださったのかな。ちょっと待ってね、今から見ますね。クリームアンピーさん、タワーありがとうございます、嬉しい。ちょっと待ってね、メイク上手になった、嬉しい。どれにしよっかな。このハンバーグにしよう。クリームアンピーさん、ちょっと待ってくださいね。クリーム、キラキラペンで描きます。春めいたそよ風の中、君は隣でバスを待つ。夢だけをカバンに詰めて、今旅に出る。あたら、今日は6月1日、かっこ土曜日、できた。見えるかな。クリームアンピーさん、タワーありが、これはありがとう。よく見たキラキラペンなんだよ。見えるかな。タワーありがとうございます、とってもとっても嬉しいです。イエーイ。見える、ありがとう。じゃあこれ渡します。はい、どうぞ。ありがとう。熊タワー、え、熊タワー見えたよなって書いて、熊タワーとはどれだ。あ、ゆうま公園最前から、ありがとう。かおりななみすきーさん、ありがとうございます。熊タワー、ちょっとじゃあ今度はどれ、黄色、これにしよっかな。熊ちゃん、よいしょ。クマタワー、クマタワーなの、なんて言うんだろう。クマタワーでいいかな。クマタワー、ありがとう。香り、6月1日の土曜日、
ゆうまさん、くまタワーありがとうございます。くまタワー見えるかな、ありがとう、ありがとうございます。ではこちらもお渡ししたいと思います。どうぞ、ありがとうございます。はい、いや、よいしょ、皆さんありがとうございます。ハンバーガー食べたい？食べていいよ。ハンバーガー食べなさい、食べなさい。なんちゅうかわいい髪型、ありがとう、嬉しいな。髪型かわいいですか？でもボサボサになった、公園結構撮ったから。パッパパパッパッパッパパパッパパパッパパパッ、なんだっけこの BGM、 なんかのアニメの BGM。 かおりちゃんこんばんは、こんばんは。え、またタワー、なんで、ありがとうございます。ドラえもんか、トロの王子、かおり姫めめ、アットマーク大阪善悪かおり姫、選ばれますようにさん、ありがとう、トロロさん、嬉しい、ありがとう、ありがとう、トロロさん。どうしよう、どれにしようかな。次はじゃあね、これにしよう、このハンバーガー、ありがとう。もうなんで、なんてことない日なのにありがとう、なんてことない日っていうか、トロロ王子、え、タワー、ありがとう、ありがとろろにしよう。よいしょ、 KB48 香りより、だ、なんっけ、今日から6月だね、みんな今気づいたけど、タワー、トロロス王子さん、タワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。見えますか、ありがとう。じゃあこれをお渡しします。よいしょ、どうぞ。どうぞ、ありがとう。メイク上手くなった、え、嘘、本当、嬉しい、はじめ言われた、本当、かおりちゃん押してます、あら嬉しい、押してくれてありがとう。私も押しますね。意味わかんない、かおりちゃん押してます、押してます、押されてます、ありがとう。推しほど嬉しいものはないですよね。髪の毛タキタキ、最近めっちゃ可愛い、嘘でしょ、もうやだ。私も推しますっていうのは、応援してくれてる皆さんが推してくれるから、私も大好きな気持ちを推すっていう意味だよ。今日綺麗な大人の女子だね。え、マジです、マジンコ、嬉しい。かおりちゃん今来たよ、ありがとう、いらっしゃい。ビビ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 、美人、その髪型よく見た、いいよ、なんか普通にここ三つ編みしてるだけ、上からちょっとこっちまで持ってきて三つ編みしてるだけなのかな。だよね。ジャーマネ結婚したの、あ、そうなんです。今日は16期が初期からお世話になってたマネージャーさん結婚式があったんですよ。そう、行けなかったけどメッセージみたいなビデオを撮ったのでそれを送りました。
素敵だよね、結婚式って。なんかおめでとうございますと思いました。あの本当にすごくお世話になったので、そう、ハッピーエンド、ハッピーエンド違う、ハッピーウェディング、ハッピーウェディング。そう、はーちゃんに似てる人、そう、はーちゃんに似てる方、すごい似てるの。ハッピーエンド、ハッピーウェディングです。間違えた、終わらせてしまった。結婚願望ある？全くない、全くないです。想像もしたことがない。そう、なんか何歳でしたいなとかも何にも考えてない。もうこんな感じでチャランポラン、なんて言うんだっけ、チャランポランって言わないか、何にも考えてないんですよ私。そう、昨日と雰囲気違う。本当？メイクしてるからかも。昨日ドスッピンで今日メイクめっちゃしてるから。子供好き？うん、懐いてくれる子供なら好き。かわいい、懐いてほしいですね。愛しきチャランポラン。ウェディングドレス憧れる？別に憧れない。あんまり、なんだろう、私、そんなに、そう、AKB の衣装が好きなのでそれに憧れてたんですよ。だからそれが今めっちゃ嬉しい、毎回着れるのが。たぬきちゃん細くなった、本当？愛しきチャランポラン、イエスの気もするし、ノーの気もしちゃうし、そんなの決めれない、なんとか臨機応変で、イエスが半分でノーがもう半分、いつでもその場しのぎ。顔がシュッてなった気がする。ほんと？ライズアップ。トゥルン、トゥルルン。手足細いよね。全然、全然。全然細くないよ。かおりちゃんの声は癒される。ありがとう、嬉しい。なんか声褒めてもらったら嬉しい。50%、トゥルルン、ちょんちょ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 。ここだけの話、今年入ってないのは鉄菜だけである。入ってください、鉄菜も楽しいよ。ギュッと手をつなぎながらニコッと微笑んでくれた。今日も可愛いね、まんじ。今日もありがとう、まんじ。名前覚えたばかりの、同じ世行くなと思うよ。きっと廊下の先に。今日はね、15分に終わって10時くらいになったらランキングするかもしれない、ごめんね。そんでお風呂のお湯をためたいの、お願いします。ためてきていいですか、その時に。まだ食べないけど、いろいろ準備し、マジで明日は本当に起きなきゃやばいので、ちょっとね、しっかりね、こう、ジャバジャオーライロー、インタクゲ深く息を、緑茶、あ、見せれないか、喉乾いた、喉乾いたよ。ゆくちゃん、ゆくちゃんとちょっと風呂上がりの用意しよう。これ化粧水を塗るやつ。そして
ヘアオイル、きょんちゃんにもらった。化粧水、化粧水、乳液、あとはくし、すぐね、風呂上がりにねできるように。もうドライヤーも出しておきましょうかね。もうね、先に出しとくスタイルですよ。こちらバトフェスさんでいただいたドライヤー、皆さんのおかげ、バトフェスにしてくださった方のおかげでいただいたドライヤー。お風呂上がりのビール飲みません。よし、お風呂上がりの用意は完了。あとは、あと洗濯をね、畳めば完璧なわけですよ。そうそう、完璧。こんばんは、こんばんは。サラサラになるのかわかんないけど、多分サラサラになると思う。私的にはすごいサラサラになった。2種類の化粧水、うん、こっちが普通の化粧水で、かわいいよねこれ。こっちが乳液です。マイメロディー。タヌキちゃんはお酒飲める？タヌキはお酒飲めないですね。都市的には OK なんですけど、畳みながら、洗濯畳みながら配信していいの？めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しいってか面白い、ありがとう。うちの10年前のドライヤーと交換してください。ダメ、このね、ドライヤーをね、私のになって、前まで使ってたドライヤーはお母さんが10代の時から使ってるドライヤーと変えてあげるんだ。そう、ママにだってなれるように、赤ちゃんを育ててみたい、アカデミー賞もらえるように、ずぶずぶしく計画したりして、よっしゃ、わがままな。16期の中で4番目に好き、イエーイ、トップ5入りありがとう。誰が一番好きなんだろう、んー、予想がつかない。未来とは、前髪のこだわりないです。でもね、今日ね、いつも公園で前髪びしょびしょになるけど、そのまま出るんですけど、今日は時間あって乾かして出ました。ドライヤー、ドライヤーで乾かしてから出ました。未来とは、パパンパパン、フルル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 ル、いても立ってもいられず、前のめりに夢見る。今日そう、AKB の歌の話したんですよ。パパパパンパパパンパンパパン。鼻かゆ。ベストワンや、大好き、ありがとうございます。大好きって言っちゃった。16期で一押し、ありがとう。16期の中で2番目から1番目の、ありがとう。そう、時々鼻かゆいみんなは鼻かゆくない？世界一好き、もう嬉しすぎる、嬉しい。かゆい、蚊に刺されたかもしれない。蚊いるのかな、私の部屋、わかんないけどね、蚊っぽい。新しい車、そろそろ納車。おお、いいですね、新しい車。蚊いるよね。もうやだ、あのさ、音聞いただけでかゆくなるよね。ネットだけで痒くなるならない？ん？今日友達が公園入って香り姫にバックレスもらってめっちゃ嬉しかったって。ああ、ありがとうございます、嬉しい。なんか目があって嬉しいですな。
モスキートーン、モスキートーンですかこれ、か、か、蚊の音ですよ、香り、かゆい、足と指がかゆい、この手の指と足がかゆいです、蚊刺されたかも、なんか赤くない、かゆかゆ、手の指がかゆい、あとね足のふくらはぎのところがかゆい、ふくらはぎ蚊に刺されたかも、かゆい、今日の公演立ち見の最前で見たよ、ありがとう、嬉しい、ありがとう、指刺されると最悪だよね、もう蚊がいる、指パッチン少しずつ音が出るようになりました、すごい、見たい、聞きたい、かゆい、今日一番後ろで見た、ありがとう、後ろでもね見てくれて本当に嬉しい、嬉しいさ、かわいい人こんばんは優しい人こんばんは、インスタのお菓子食べてる動画かわいかった、ありがとう、あれね冷凍みかん食べてたんだ、ナーマンが撮ってた皆さんナーミンのインスタにゴー、一番かわいかったのが、はい、ありがとう、私今日こういう髪したんですけど、こういう髪って太って見えるかな、やっぱポニーとかのが引き締まって見えるのかな、私だったらどう思いますか、どうなんだろう、なんかおろし系だったら太って見えるか不安、みかん冷凍したの、うん、もう冷凍した分が売ってるの、むかんって言って むかなくていいっていう、耳が出てないからか、本当太って見えない、じゃあまたやろうかな、テニス見ながら見て、ありがとう、マジオンデマンドの私すごいデブって言っちゃった、すごいむっくりしてるんですよ、そうだからムカンなの、ムカン売ってない、マジか、そっか、短くしよう、え、なんかね短いのも好きなんだけどね、アレンジできな少なくなるじゃないですか、バリエーションがポニーとかできなくなるし、だから切れないの、ついつい、そう、今まではアレンジとかさ、なんかちっちゃい時っていうか、まあ入る前はしなかったから、だからさ、あの結構短かったんですけど、今はアレンジをしていただけるからメイクさんとかに、なので長いんです、ストーリーの質問のやつ寝ててコメントできなかったか、待ってやってほしい、もちろん、あ、そろそろメール送ろう、みんなさんに、みんなじゃない、あなただけに今日さ、私さ、なんだっけ、なんでしょう、今日の占いは何でしょうか、じゃあ送ります、えい、送信送信、そろそろカラオケをして終わる準備をしていこうかな、ごめんね短くて、今日すごい短くて申し訳ないけど、ちょっとあとミネラスト早くて、あとちょっと
と練習もしないとやばすなので、今日はちょっと短め。キュー、そうメール作った、あのなんだっけ、夜の分ショールームしてて作れないから、ショールームしててっていうかショールーム中には書けないので、先にショールームする前に書きました。今日どうしようかな、何でも歌いたい。部品、部品の部品、変な顔してる。君はメロディー、あ、じゃあもう決めちゃおう、それにしよう、君メロにします。じゃあパッと目に入ったので、好きなんですこの歌。早くない？私にしてはめっちゃ早い、こんな決めるの。イエーイ。今日はね、優柔不断子ちゃんがいないですね。早くない？やばくない？やばばば、いやいや、街は変わって人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリッソン、なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から知ってる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時は声、君はメロディ、メロディ、懐かしいハモニー、ハモニー、好きだよと言えず抑えていた。胸の痛み、僕のメロディ、メロディ、サビだけを センター街から通り抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聴くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して、今の自分に問いかけるようなあのミュージック、電話いつも教えて意味があると思いがけない未来、眠ってた恋が目を覚ます。甘いメモリー、メモリー、夢を見たドリデイ、ドリデイ、さよならに込めた永遠構想。
懐かしいハーモニーハーモニー好きだよと言えず抑えて書いてくれて嬉しい、ありがとうございます。公園来てくれてありがとう、かわいい、ありがとう、優しいよみんな。じゃあちょっとすごくいつお湯ためたらちょうどいいと思う？もうパッと入ってパッと出ましょう。そう、君メロっていい曲だよね。あ、やばい、マンゴーナンバー2盛大に噛んでたね。やばい、盛大にバレてる。じゃあ、あれには理由が違うんですよ。マンボーって言いそうになっちゃったわけですよ。それで急いで言い直したら噛んじゃいました。あー、マンボゴー面白かった。自分の。もう反省ですよ。反省の極み。ごめんなさい。マンボウナンバーツー、タワー、え、タワー来てる、本当ですか？もうありがとう。え、なに、タワー来てないよ、あれ、ん、誰だろう、タワー、え、来てますか？ん？探しられない。あれ？どこだろう？ありがとう。嬉しいけど誰？え、あ、ありがとう。マッシュルームチさんだ。見つけた。ありがとうございます。嬉しい。どうして？みんなありがとう。マッシュルームチさん。じゃあね、どうしようかな。この色にしよう。ありがとうございます、マッシュルームチさん。さんえ、クマタワーありがとう。クマちゃん書いて、香りよりかっこ6月1日の土曜日でサイン、サインコサインタンジェントできた。マッシュルームチさん、タワーくれてありがとう。クマのタワーくれてありがとうございます。もう落ちちゃったクマのタワーありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、嬉しいです、ありがとう。じゃあお渡しします、ありがとう、どうぞ、ありがとう、嬉しいです。昼公演から今帰宅、おかえり、ありがとう、来てくれて嬉しい。6分、じゃあちょっと一瞬お湯を入れていきたいと思います。ちょっと待ってて、マジ5秒で終わる、5秒は言い過ぎてきても、ちょっと待ってきてくださいね。
わり。終わりました。終わりましたよ。待った？待ったかな？シェンはしたはず。シェンしたっけ？したでしょう。した。シェンを出せ。おい、シェンを出せ。ちょっと。あれ？あのさ、危ないのはしてるって思い込んでる時だよ。してない、あれしたっけって時はだいたいしてるの。そう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 。じゃあランキングします。だからさ、なんか気づかずに、ん、普通に何にも疑ってない時が危ない、アブノーマル。そう、危ないでしょ。線をしろ、風呂の線をしろ。これでは危ないのことアブノーマルって言ってる。私が作った。なんかアブノーマルってさ、あの映画とかでありそうじゃない？アブノーマル近日公開みたいな、ありそう。私の作った言葉、あと魔人公？マジってことと、ミジンコを混ぜた、マジンコ。皆さん使ってください。それでは、なんだけど、線を出せって言っていいよ。線を出せ。ランキングします。じゃあ15分ぐらいに終わるかな。それでちょうど1時間かもしれない。それでは行きますよ。第13位は三毛猫アットマークゆたんぽさん、ありがとうございます。第12位はひーちゃん公演お疲れ様さん、ありがとうございます。11位はアレンジマンさん、ありがとうございます。10位はマスオタアットマーク稲垣香織神尾氏 NGT ハルルンさんもよろしくねさん、ありがとうございます。9位はくやたかさん、ありがとうございます。8位はコマネコマニアのじいさん、ありがとうございます。7位は人生じいちゃんさん、ありがとうございます。6位ははなちゃんさん、ありがとうございます。5位はカズミッチさん、ありがとうございます。4位はトロロ王子香織姫めめアットマーク大阪善悪香織姫選ばれますようにさん、ありがとうございます。3位はクリームワンピーさん、ありがとうございます。2位はマッシュルームッチさん、ありがとうございます。そして1位はゆうま公演最前からありがとう香織ななみさんスキーさん、ありがとうございます。そして今日はですね、たくさんの方が、あの、タワーとかをくださってて、あれ、クリームワンピーさん、ユーマさん、マッシュルームッチさん、トロロ王子さん、皆さん、クマタワーやタワーありがとうございました。次はギフトくださった方の名前を呼びます。なんかついてる？なんか白いのついてる？あ、気のせいか。よし、それでは行きます。ひかりちゃん、ゆうま公演最前からありがとう、かおるちゃん、ななみさん、すきさん、サプライズレバーさん、しんあっとまくぶんちゃんず、あっとまグランファミさん、じゅんあっとまかおりちゃんが毎日の癒しですさん、
さとじいさん、クリームアンピーさん、竹南ハッシュタグさん、豆柴とうさ耳のしんちゃんさん、りゅうせいさん、キムリーさん、シャドウマウンテンアットマークとうちゃんさん、こういちアットマーク丸顔同盟さん、おのぴーさん、黒大さん、くやたかさん、かずみっちさん、ツナアットマーク推しがとうといさん、人生じいちゃんさん、ねるちゃん、公演お疲れ様でした、かおりちゃんたんおしさん、ガッチさん、クリームアンピーさん、こいこいさん、カッツンアットマークランファミさん、マスオタアットマーク稲垣香織亀押し、 NGT48 春でもよろしくねさん、トロロ王子香織姫めめアットマーク大阪ゼアン香織姫が選ばれますようにさん、花ちゃんさん、岡山の秋田いのでよだゆゆきさん、泉マリンさん、ファンですさん、中川くん、人生じいちゃんさん、おのぴーさん、 ST うさぎちゃんさん、コーポンさん、のぶこみさん、さとじいさん、新規おいじさん、水泳塩坊主フロマースひかわいん北海道さん、ひーちゃん公演お疲れ様さん、こまねこまにゃんのじいさん、はなちゃんさん、くやたかさん、おうやんさん、まーぼうさん、ちっきかおりちゃんおしさん、ミルフィーユさん、しゅんいちや24号、広島ぜやかおりちゃんレーンループ楽しかったさん、ヤマホー1号さん、ジョーアットマッカイニャンズさん、はなちゃんさん、マッシュルームチさん、伊勢丹かっこひでさん、バンシューって読むのかな、バンシューのテン、あ、赤い字だ、バンシューだった、バンシューのテンテンさん、バンシューはこうとか言いますよね、くまモンさん、はなちゃんさん、レンジマンさん、かずみっちさん、ライオンさん、ヤマホ1号さん、きょうちゃんさん、しみみおんさん、かおりちゃんとセンター街を歩きたい人生でした、アットマークあつさん、いそっちさん、新京エジさん、キラキラおちりばめを鈴葉城で通称オレンジ、アットマークずんちゃんずさん、けんじろうさん、まひるさん、はなちゃんさん、奇跡の左足さん、こういちアットマーク丸顔同盟さん、ときたぴさん、まさぽんさん、まねほしよしひと、キラキラバイバイかおりまねよしひとさん、スーパーのドミニ号さん、えじまアットマークハッピーセットさん、ホワイトさん、そらさん、はなちゃんさん、たかいさん、いそすきさん、ポックアットマークエンタープライズさん、うらかんさん、ひよこさん、中地さんです。ギフトくれてありがとうございます、嬉しいです。とこれか、ギフトありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ギフトありがとう。というわけで今日も約1時間にわたりお送りしてまいりましたが、あのショールームを見てくれたりコメントをくれたりギフトくれたりしてくださった皆さん、本当にありがとうございます。星とかもありがとうございます。あとただ見ててくださった方もありがとうございます。あとはいつも公演に来てくれたり握手会に来てくれたりイベントに来てくれたり来れなくても応援してくれる、とにかく全てを応援してくれる全ての皆さん、本当にいつもありがとうございます。今日もありがとうございました。明日は日曜日で、みんなもってか楽しい日になるように応援してるので頑張ってください。あと今日もん、あ、夜勤とかある方がいたら頑張ってください。そんな感じで本当に今日もありがとうございました。また見てね。あ、そうそう、私755とインスタグラムとツイッターとなんかショールームやってるので、よかったらフォローしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そんな感じで今日も本当にありがとう。ゆっくりできる方はゆっくりして、できない方頑張ってね、応援してますよ。じゃあ最後に明日のみんなのラッキーまるまる占いをします。みんなの明日のラッキー乗り物はリニアモーターカーだよ。まあリニアモーターカーはまだ乗れないから、リニアモーターカー乗れるんだっけ、乗れないよね、リニア、わかんないけど、リニアモーターカーって10回唱えるか、リニアモーターカーについて調べるとラッキーなことが起こるので、どっちか試してみてくださいまだないよね。じゃあいいよ、3回唱えるか調べるだけでいい、リニアモーターカーについて。それでは本当に今日もありがとうございました。いつかリニアルモーターカー乗ってみたいな、飛行船も乗りたいけど、どっちも乗りたい。リニアモーターカーってめっちゃ前からあるね、私が学生の時から教科書に載ってたもんね。もうすぐできるかな。それでは
乗ってきます。お、乗ってください。それでは皆さん、今日も一緒にショールーム切ってください。5秒で切りましょう。もし5秒以内に切らなかったら、あなたに明日訪れる不幸を発表します。それは道端でガムを踏むでしょう。わ、最悪、ガムが寝ちゃってついたってなるので、5秒以内に一緒に切ってくれると嬉しいです。寂しいから。それでは皆さん、バイバーイ。今日もありがとうございました。本当に。じゃあねー。5秒で切っていきます。5秒前、4、3、2、1、バイバーイ。見てくれてありがとう。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ押します。よいしょ、せーの、よっこいしょ。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。よいしょ、バイバーイ。えい。バイバーイ。